佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今回はありがたいことにお仕事のご報告が多いので、詳しくは後のコーナーマンスリーダイアリーでお話しさせていただきたいと思っておりますが、まずは重複するところもございますが、9月にブルガリアの首都ソフィアで開催されました東ヨーロッパ最大のサブカルイベントアニベンチャーコミックコンにおきまして、私が主演させていただいた映画泉沢泰友監督作品22世紀寓話の、世界初の本作品上映会につきまして現地に行かせていただきまして、大勢のお客様の前での、舞台挨拶並びに上映が無事に終わりましたことを改めてご報告させていただきます。いやもう本当にたくさんの方にご覧いただきまして、そして本当にこう感想も、すごくたくさんいただいてよかったよというふうにこうブルガリア語でお話ししていただいてきましたし、写真撮影もすごくたくさんしていただきまして、本当にありがたかったなというふうに思います。本当に皆さんありがとうございました。そして、先月末にはですね、こちらも私が佐々木千秋さんとダブル主演させていただきました。こちらも22世紀寓話と同じ監督泉沢泰友さんの映画ラストソングはの撮影がですね、一応ほぼと申しますか私の出演シーンの撮影は終わりました。そうですね、もう改めてこう皆さんにこう支えていただいて、映画ってこう作り上げられていくんだなっていうことをですね、本当に改めてまた感じれたことがすごく嬉しかったですし、22世紀寓話から1年5ぐらいですかねにまたこうやって作品の主演ということで務めさせていただいて、本当にありがたいなというふうに思っております。なんかちょっと面白いエピソードがちょっとありまして私の事務所の後輩の、的場浩司くんが、出演ね、今回でデビュー作ということなんですけれども、彼はすごく真面目な子で、役も、ちょっとチャラい感じもするんですけれどもでもすごく真面目なこの役なんですけれども、真面目さがゆえにというか、撮影、現場で、あるシーンで、その、浩司くんが演じる役で、新たな挑戦というかをするという、最後の結構大事なシーンなんですけれども、そこで結構こう誇張した言い方をしなきゃいけなくて、でその勢い余ってこうプロデューサーさんや監督にこうした方がいいよっていう風に演技指導をしていただいた後に、普通にはいって答えればよかったんですけど、その誇張しなきゃいけない部分、こう勢い余ってはいって言ってるのが、もうジャングルポケット斉藤さんみたいな感じのこうはいっていうのが本当に面白くて、もうずっとそれ、もう撮影期間ずっとそれでもうずっと笑ってました。はいそんな面白いエピソードがあったり、そして同じ後輩のね、安田雅史くんもですね、栃木県出身ということでちょっとね訛りがありまして、でも彼はその自分が訛ってるっていうのをあまり気がついてないんですけれども、レコード会社を略してレコ社っていう、セリフがあったんですよ。それが標準語だとレコ社だと思うんですけど、ずっとレコ社ってそれが治らなくてっていう、ちょっとしたまた面白いエピソードもあるんですけど、そんなワイワイした中で本当に大切な作品の一つが出来上がっていくのではないかなというふうに思っております。あとはもう監督にお任せして、本編が非常に私も楽しみでございます。ではですね、いきましょう。最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もいろんな現場に出演参加させていただきましたのでご報告させていただきます。いつものことながらですね、守秘義務のため、あまり詳しくは申し上げられませんが、一つずつご紹介させていただければなと思います。まず一つ目がですね、テレビ朝日毎週水曜日21時から放送されております、大人気ドラマですねが、参加
させていただいて、さらにオンエアもございました。まあ以前からね、多分何回かお話しさせていただいておりますけれども、私の父も大好きなドラマでございまして、まあ、そこにねまた今回も出させていただき、そしてオンエアもあって本当にありがたいなというふうに思っております。でオンエアもですね、ありがたいことに映っておりました。あの父兄役で参加させていただいたんですけれども、本当に父兄さんも結構何回か多分何回かやらせていただいてるんですけれども、本当にこう映っているのも姿も見れましたし、家族も喜んでくれましたのでよかったな、こう安心することができました。もう引き続きね、もうこのドラマには本当に何回も参加させていただけたらなというふうに思っております。頑張ります。はい、そして、2つ目はですね、ある映画にですね、参加させていただいたんですけれども、設定としましてはちょっと一昔前というか昭和ぐらいの話なのかな、大学の受験の合格発表の日みたいな、シーンだったんですけれども、いやー何ていうか皆さんがを想像してるというか、今はもうなんか封書で届く、合格書とか封書で届くと思うんですけど、多分昔ながらというか、こう壁にこう紙がバーッと、合格者の紙がバーッと並んでいて、あったらよったってこう喜ぶっていうシーンなんですけれども、そういうの経験したことがなかったので、なんかこういう喜びも欲しかったな私の人生の中にもと思いまして、大学生、今の大学受験でも多分合格発表ってそういうところもまだあるとは思うんですけれども、こういうこうなんだ、合格した、でもダメだって、こう不合格だったっていう、こうなんかあったりとか、私は不合格にしてくださいっていう風にスタッフさんからお話いただきましたので、ちょっと残念ながらこう打ち込んでいるっていうね、シーンも参加ねさせていただきまして、本当にありがたかったなというふうに思います。こちらもね、上映がね非常に楽しみでございます。そして、続きまして、私佐藤美久、ライブに出演させていただきました。エーラシアンボリューム15に出演させていただきまして、なんとオープニングアクトということで非常に責任重大で、ありがたかったですね。本当に3曲も歌わせていただきまして、カップルで行こうと、そして、佐々木千秋さんが、歌ってらっしゃる、映画エモーションの主題歌のエモーション、そしてですね、アイウィッシュのナオさんが、楽曲でもございます、アイウィッシュさんの楽曲でもございます、明日への扉をですね、ナオさんから許可と言いますか、いいよという風に、歌っていいよという風に許可をいただきまして歌わせていただきました。本当に皆さんも本当に こう盛り上げてくださって、かなり緊張はしていたんですけれども歌わせていただけることができまして本当にありがとうございますですね。本当に盛り上げていただいて、すごくなんていうかストレス発散っていうのもちょっと言い方が悪いですけれども、こう開放感にこう満ち溢れているなっていうのをものすごく感じれたので、歌うってやっぱり楽しいなっていうのを改めて実感できたかなというふうに思う、ライブだったなというふうに思っております。はい、では続いてですね、番組冒頭からお話しさせていただいておりますけれども、映画ラストソングはで、私初の、事務所の先輩佐々木千秋さんとダブル主演映画ということで撮影がですね、私の出演シーンは、をクランクアップさせていただきまして、この、ラストソングはという映画はですね、ラジオがこう今私がこう話させていただいているこのラジオですね、ラジオがテーマとなっておりまして、私の役はですね、構成作家兼プロデューサー役ということで、役名がですね神宮寺つばめというお役をいただきました。めちゃくちゃかっこいい名前じゃないですか少女漫画に出てくるような神宮寺つばめという役をねいただきまして、いやーまずもう構成作家さんっていうのがまたいいですよね。そしてプロデューサーもう両方掛け持ちで持ってるっていうのがすごく重要な役でもありますし、こうやっぱりプロデューサー役でもありますので、
こうやっぱしっかりしてなきゃいけないな、このつまべちゃんの役を演じるにあたってしっかりもしてなきゃいけないし、周りもちゃんと見えていなきゃいけないなというキャラなのかなというふうに私の中で、ね、考えさせていただいて撮影に挑ませていただきました。いやーでも本当にこう淡々とこう喋っていくっていうのが本当に難しいんだなって改めても思いましたし、でもこう自分の気持ちがこう乗っていけているのをこう実感することもできて、すごく良かったなというふうに思っております。そしてですね、先輩の佐々木千秋さんのですね、なんとがっつりお芝居をですね初めてこう間近で見れる、見させていただけるという経験もさせていただきまして、本当に何と言いますか、感動しました。近くでこう見させていただいて、結構こうマイクでのこう喋るというシーンが多かったんですけれども、こう声で伝えるっていうのはすごく大事なことですし、こう感情に乗せるっていうのはすごく難しいんだなって改めて思いました。千秋さんの、その、大事なセリフがあるんですけれども、それも私は言えるかなこんな風にっていう風に思ったぐらい、こう見てて、見させていただいて涙が出そうになりました。本当にこうなんというか気持ちが乗ってらっしゃるというか、こんな風に私も言えたらなというのをものすごく感じてて、そういうこうなかなかこう先輩の、演技を間近で見れるという経験をさせていただくことはなかなかないかと思いますので、本当にありがたかったなというふうに思います。本当にありがとうございます。そして、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、新人俳優、そして女優、俳優の的場浩司君、そして、女優の有本ひとみちゃんがデビューということで、この番組もですねゲストで来てくれたんですけれども、いや2人ともかなり緊張してたと思います。それはすごく見ていて感じましたし、やっぱいきなりねこうカメラの前でこういつもこう現場に行っている感じのこうカメラがあって、目の前で自分が演技するっていうのはすごくこう気持ちも高ぶりますし、緊張もすると思います。それは私も最初はもちろんそうでしたから、はい。まあ浩司君もですね本当に長いセリフがありまして、私と浩司君とあと安田君の3人のシーンなんですけれども、自分がこうそのラジオに対する思いっていうのをこうすごい長いセリフで、長セリフで喋っていくっていうのがあるんですけれども、もうすごかったですね。ちゃんと、覚えていたというよりかはちゃんとこう自分で気持ちを作ってきて本番に挑めてるんだなっていうのがすごく感じられて、隣で一緒にこう演技してるのがすごいなと思ってちょっと感心してしまいました。はい。なのでまたねこう引き続きいろんな現場でも、また見る目が変わってくるかと思いますので、頑張っていただければなと思います。ひとみちゃんもですね大声を吹きながら、大声を触って吹くっていうシーンなんですけれども、それもセリフがない分すごく目の動きであったり、その大声に対する自分の思いっていうのもすごくこの目のお芝居、顔のお芝居っていうのはすごく大事なシーンだったと思いますので、そしてこの、映画の中では非常に重要な、キーソングをね弾いてますので、なので本人はどう思っているかはちょっと私もわからないんですけれども、でも緊張はしていましたし、でも彼女なりにすごく頑張ってたと思います。そしてねスタッフ2人ともねスタッフとしてもすごく頑張ってもらったので、私は本当にありがたかったなと思いますし、助けてもらえたなというふうに思っております。ちょっとねこう安心して2人にねちょっとこう、制作というかスタッフとしてのね任せることもできるのかなというふうに改めて感じました。はい。でですね、そこの、映画ラストソングの中でですねフードコーディネーターとしてですね青木由美さんが参加していただいております。それこそ、先ほどもお話ししましたけれども、私と安田くんとそして浩司くんの3人のシーンで、お料理を食べるという食べながらこう喋るというシーンなんですけれども、すんごい美味しそうな料理を4品作っていただきまして、特
特にですね、手羽先がめちゃくちゃ美味しかったです。本当にあの撮影の最後に、撮影の終わった後にあのみんなで食べさせていただきまして、すごく美味しかったです。どれも野菜もすごい甘くて、こんな風に作れる女性になりたいなと思いました、改めて。いやもう全然もう料理もできないので、多分皆さんこのね、この番組ご存知の方は全然できないのを多分知ってるかと思うんですけれども、なかなか本当に難しいところもあるんですけれども、こういう女性になりたいなっていうのを改めてすごく感じました。本当に青木さん本当にありがとうございました。そして劇中で使うあのカップケーキも作ってくださって、もうそれがもう本当に美味しかったです。全然もう火立っても美味しくて、もうチンしたらさらに美味しいっていう感じで、本当にありがたかったなというふうに思います。ありがとうございました。そしてですね、この、ラストソングの、映画はですね、まあ、先ほどキーポイント、まあ、曲キーソングがあると喋ったんですけれども、この曲がですね、佐々木千秋さんの楽曲で、エモーションが、まあ、テーマとなっております。はい、ですごく綺麗な、曲で、そして、元アイビッシュの奈緒さんが、そう曲を作ってくださった曲でもあります。そして私もね、歌わせていただきまして、本当に素敵な曲となっておりますので、ぜひ皆さんもね聴いていただければなと思います。そして、私もですね、なんとこれからエンディング曲の制作に入るということで、ありがたいことに、いやもう恐縮と言いますか、私でいいんですかという感じなんですけれども、いや本当に頑張らせていただければなというふうに思っております。頑張ります。もう全体のもうこの撮影に関しまして、本当にたくさんの方に支えられていたんだなというふうに改めて感じましたし、本当に皆さんご協力いただきましてありがとうございました。まあ、主演としてこの作品をねもっと盛り上げていけたらなというふうに思っております。はい、でね、自分の演技も結構こう納得いく部分 もありましたので、本当に完成が非常に楽しみだなというふうに思っております。はい、それではですね、続きまして、なんと、まあ、先ほども私のね、エンディング曲の制作に入るということだったんですけれども、今ボイストレーニングの方に行かせていただいておりまして、宇津雄一さんという方にですね、先生に、教えていただいている中なんですけれども、まあ、後ほどちょっとね詳しく、また新たなコーナーということで、お話しさせていただければなと思います。本当にボイストレーニングがっつりとしたボイストレーニングしたことはなかったので、まあ、緊張もあったので、まあ、後ほどのコーナーでね詳しくお話しさせていただければなと思います。そして続きまして、北野周のリアルドライ収録ございました。今月のオンエアはですね、11月10日と24日、日曜日お昼12時からとなっておりますので、はい、難しくって、塩ミクランキングがめちゃくちゃ難しいことになってますので、もしよかったらぜひぜひ聞いていただけたらなと思います。はい、そしてですね、まあ、この1ヶ月を振り返りますと本当にあっという間でしたし、撮影期間は本当に濃い、4日間、私が、出演させていただいて、撮影期間は3日だったんですけれども、本当に濃い、3日間を過ごさせていただけたなというふうに思っております。本当に皆さんありがとうございました。以上、慢性ダイアリーのコーナーでした。映画主題歌リリースへの道。さて、今回から始まりましたこのコーナー、先ほどミックのマンスリーダイアリーでもお話しさせていただきました通り、今月から、先月撮影しておりました映画ラストソングはの主題歌を歌い、その楽曲の CD リリースに向けてボイストレーニングにね通い出しました。まあ、そこで私佐藤ミク、その成長ぶりと、まあ、途中経過をこう、皆さんにお伝えしていこうというコーナーです。でそもそもなぜボイストレーニングに通うことになったのかと申しますと、まあ、今回の楽曲のプロデュースをお願いしている元アイウィッシュの奈緒さんに相談しに行かせていただいたところ、私の、上野や、渋谷でのライブ映像をですね、なんとご覧いただきまして、奈緒さんの方から、声は一応出ている
そして、ただピッチやリズムが全く取れていない箇所が見受けられる。そして、もう少し歌う テクニックを身につけないとということで、ボイストレーナーのうつさんに、をご紹介いただきました。いやー、あのボイストレーニングって本当にしたことがなくてですね、それこそ本当学生の時に授業の一環で、まあ、ちょろっとやったぐらいかなという感じなんですけれども、なので本当にこうどううまく歌うかっていうのは、まあ、私はこう一人カラオケとかカラオケに行くことが好きなんですけれども、自由気ままにと言いますか、あの歌ってはいたので、あのだからこうどううまく歌うのかという技術は全くわからなかったので、このうつさんに教えていただきまして、本当にあの素敵な先生で、すごくこうフランクにというか話しやすい方だなというふうにすごく最初は思いましたね。そして、まあ、このトレーニングちょっとこう行かせていただいた中なんですけれども、この歌うにあたってこう鼻を皆さんこう触ってもらって、うーんって口結んで、うーんってやってもらうと鼻が多分震えていると思うんですよ。それがすごい大事みたいで、まあ、これハミングって言うんですね。うーんって。で今こうプロでこう活躍している、歌手の皆さんっていうのは、ここがこのうーんっていうこのハミングがずっとブレないらしいんですよ。一定なんですって、うーんっていうのが。でどれだけこの鼻の部分でこう鳴らせるかっていうのがすごい重要らしくて、それも初めて知りました。へーと思ってあとは皆さんも知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、腹式呼吸はすごく大事で、腹式呼吸はもう私も高校生の時に、まあできてるかできてないかはちょっとさておきできてるとは思ってるんですけど、はい。で腹式呼吸もこう歌いながらこう腹式呼吸ってすごく難しいんですよ、私の考えなんですよ、勝手な。でこう歌ってる時も腹式呼吸は意識してるんですけど、こうどうしてもこう高い音とかになると肩でこう息をしてしまう部分が、やっぱり私も自分の映像を見ていて思いましたし、まあ、そこもですね、宇都先生にですね、ご指摘いただきまして、まだちょっと肩で吸ってるからね、肩で吸いたくなる気持ちはわかるからっておっしゃっていただきまして、もうどれだけこの腹式呼吸がすごく大事なのかというのをものすごく感じました。この腹式呼吸で歌うことによってすごく歌いやすくなるんですよ。えってびっくりした、魔法にかかった感じなんですもう本当に魔法にかかった感じに、こうなんてこんな歌いやすいんだろうっていうぐらい、あ、肩でこう息するっていうのは結構自分では空気が入ってるとは思ってるけど、そこまで入っていないんだなっていうのがすごく感じました。そして、まあ、私ちょっとね、こうね、高い音がちょっと出すのが苦手なんですけれども、まあ、そこもこう高い音を出そうと思うと、こう顔顎が上がったりとかするのは、それそうじゃなくってというふうにおっしゃっていて、でこう自分の口とお腹がこう近くなればなるほど高い音って出やすくなるんだよっていうふうにおっしゃってくださって、でそれも体験させていただいて、いやすごいなと、もうこんなに違うんだと思いました。なのでその感覚を本当に忘れないで、ちょっとね日々ね、自分自主練習としてね、頑張っていきたいなというふうに思っております。なので引き続きね、私もボイストレーニング頑張りますので、皆さん応援していただければなと思います。以上、今月の、映画主題歌リリースへの道のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しましては、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤ミクオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。それでは佐藤ミクの女優道、また次回夕方6時にお目にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤ミクでした。